ああ、待てこら。貸し切りは言うとるやんけ。あ？お前。八神！たまれやバケ！お前ら、真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん？誰があいつをさらえって。村瀬か。それとも塩屋。なんやと？チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう。やかし！ええやろ、上等や。楽には殺さんねえこら！ワンテンポ遅れとるで。はい、アンドゥトア、アンドゥトア。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミよ。行け、カボン。いや、でもこっちいいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。そいつを話せ、卑怯だぞ。誰が話すかっつうの。やめろ、嘘つだ。話せよ。またかよ。銃刀法って知ってるか。Ha!
ターボ。カイトーさん、杉浦も無事だったか。当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし物だぞ。ぶち殺してる。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おい、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ。ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわねえ。よっしゃ、お前らやってるや。
前ら何寝とるんや。お前らやったれ。おら、しゃにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか。じゃああのじいさんは。あの人にこんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ梶平茂会長だよ。マジか。